AJPW エキサイトシリーズ2023エスフォルタアリーナ八王子よりお届けをしております。いよいよメインイベント三冠ヘビー級選手権試合、チャンピオンの宮原健人4度目の防衛戦です。ファンはこの瞬間を待っておりました。カメラを片手に待ち受けるファン、横断幕とともに待ち受ける少年ファン、さあいよいよ最高王者の入場です。全日本プロレスの新時代は俺がかっさらう、俺が引っ張っていく、そういった思い、幸先のいいスタートを切ったはずだった、壁は分厚いはずだった、五冠のはずだった。しかし1月の22日世界タッグのベルトは奪われた。しかしそんなことを暗く考えている王者じゃない。それはこの姿を見れば一目瞭然であります。もう気持ちは完全に切り替えている。このベルトだけは誰にも渡さない、俺が一番似合っているだろう、この三冠のベルト、これは俺のために作られたんだ、見てくれ。三冠ヘビー級王者、連続防衛記録、川田と共にナンバーワン、通算防衛記録ナンバーワン、さまざまな記録を塗り替えてきた。三冠王者になったのは史上最年少26歳と11ヶ月であった。それからずっとこの全日本を牽引してきたのがこの宮原健人という男です。人は彼を最高王者と言っています。当然彼も俺は最高と思ってます。いつ何時でも俺は最高、そしてプロレス界全体を引っ張っていく、そういった慈悲があるんです。だから彼は称賛される、彼を見に会場にやってくるんだ。さあいよいよだ、レディースアンジェルメン、プロプレスコーナー、宮原健人、赤コーナー三冠ヘビー級選手権が宮原健人、
レフェリー神林大輔。さあいよいよメインイベント三冠ヘビー級選手権試合であります。そして放送席は足野翔太郎選手に来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンピオンベルトの返還です。さあ三冠ヘビー級選手権試合がいよいよ開戦となります。その前にそのベルトが一時本部席に預けられます。このベルトをかけての戦いです。三冠ヘビー級選手権試合第68代の王者宮原健と4度目の防衛戦対戦相手チャレンジャーは青柳優馬であります。さあ篠選手どのあたりがポイントでしょうね。そうですね、まあ、前回その世界タッグの試合では青柳が取っているので、そうですね、はい、まあ、今回似た手になるのかなという、うん、まあ、そうなった方が俺は面白いんですけどね、うん、ほう、はい、いや実はあのさっきちょっと思ったんですが足野翔太郎選手の目が非常に鋭いんですよ。あ、本当ですか。もう完全に教師という感じなんだね両者を。そうですね、まあ、やっぱり参加を、ね、狙うんであれば、うんうん、避けて通れない2人ですからね。そうですね、じっくり試合見させてもらいたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今戦いのゴングが失われされました。2023年の2月の4日18時36分戦いのゴングが打ち鳴らされたわけであります。宮原健人、実はこの2人なんですけれども足野選手、はい、2015年の11月の15日この同じ場所でですねやってるんですよ。まだ青柳選手がデビュー間もない頃なんで、はい、まあ、勝つことは当然できなかったんですけれども、うん、それ以来。なるほど。 はい、そして青柳優馬選手は4回目のその3冠チャレンジ、うん、宮原健人、そして巴戦がありまして諏訪間戦があって、うん、今回4度目と4度目なんですね。なかなか歴史がある2人ですよね。そうなんですよね、まあ、両者ともにですね対戦経験があるその足野選手からまず伺いたいんですけれども、青柳優馬ってのはどういう風な印象があるんですか。そうですね、うん、まあ、真面目な選手だと思うんですけど、最近このなんかちょっとね車に構えてるような、あえてなんか陰湿キャラを出してるようなね、うん、まあ、それがすごくハマってて、はい、さらにそれがプロレスにもいい影響を与えて、はい、なんか相乗効果でどん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 良くなってるような感じがします。ほうほう、なるほど。チャンピオン宮原健人に対する印象というのは。そうですね、まあ鬱陶しいというね、イメージというか、うんうんうん、まあ、試合してもそうなんですけど、はい、どうしても、ね、この宮原健人ワールドみたいなのがあるんで、ほうほう、そこに、ね、引きずり込むのが上手なんですよ。なるほど、相手は、ということはこの青柳とするとその宮原ワールドに乗らないことですね。そうですね、お互いになんか世界観、はい、なんか普通のレスラーじゃないじゃないですか。ほうほう、なんか俺だったら今相手を倒すってことに一直線になるんですけど、そうじゃない2人なので、はい、それがどういうふうに作用するのかなというふうに思いますね、はい、ちょっと目が離せない展開になりそうですね。そうですね、腕の取り合いから始まりました。2人の攻防であります。この辺は、ね、はい、青柳の方が上だと思うんですよね、はい、レスリングから来ました。なるほど、もう間を取りました。ここもお互いの間をしっかりと重ねしながら組み上げグランドの展開か。表を向いて両者向き合いました。1月の22日世界、世界タッグ選手権試合ザ、フールによりまして22分33秒、ボール勝ちをしたのがこのチャレンジャー、今日のチャレンジャー青柳優馬ということになります。で足野選手、今日もし青柳が勝ちますとね、はい、史上最年少の五冠王者なんですよ。いや、もう今日が勝負ですよ、本当にこれは。でこの、ね、はい、最年少っていうのはもう、はい、今から俺が成し遂げれない、絶対に成し遂げないものじゃないですか、はい、だからここってほしいですね。なるほどね、記録を抜き換えるのに大切ね、大きなまた興味ということになるわけであります。そして足野選手、はい、あの青柳のデビュー戦の相手も宮原なんですよ、でその時が、和田恭平40周年レフリー40周年そして還暦記念ということがありましたね。恭平さんが自らジャッジしたと、レフリーしたというようなね、そういった歴史もあるんですよね。ELが入りました。そうですね。
さあこのエルボーだ、強烈だ。さあこの距離を使っていくと、おしかし宮原うまい、サイドに出る、おしかし読んでいる、おおだ、どうだ、どうだ、スライディングキック。お互いしっかりと研究しています。というのは最強タッグ連覇をしているんですね、この2人は。2020年、21年であります。よく知っているわけであります。おっと、先ほどの電流爆破のような、そんなちょっと茶目っ気を見せました。この辺りですよね、その青柳のまたワールドというか、ね、うん、さあ場外に降りました。あとねってよ、なんか、はい、まあ、若いじゃないですか、はい、このノリも若いというか、ほう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 、この現代の先輩を先輩と思わないみたいな、はい、そういう若者らしさがあるんで、はい、それはプロレスをやる分にはめっちゃ武器になってます。ああ、なるほどね、まあ、リングに上がれば先輩も後半関係ないですよね。まあ、そうですね、はい、ただそれ以上に青柳というのはその部分をうまく使っているということですか、うん、はい、そう思いますね。なるほどね。おー、今度は逆に接触にぶつけていく。おっと、どうだ、お、担ぎ上げて、担ぎ上げて、首を接触にぶつけていく宮原健人でやります。場外戦、非常にうまいところがあります、この宮原健人です。宮原は2014年の1月1日付で全日本に入団しました。その年の4月の1日に青柳優馬が全日本に入団していると。年末の12月14日デビュー戦、そのデビュー戦の後は宮原健人ということがありまして、何かその因縁があります。この2人でやります。正面からヘッドバット、おお、すごい音がする。あの、実際硬いんですか、宮原の頭というのは。まあ、そうですね、まあ、ヘッドバット痛いですからね、基本的には。そうですね、脳が触れますからね。これも頭めちゃくちゃ硬いんで。あ、そうですか。基本的に大丈夫は大丈夫ですから。うわ、そうなんですか。痛いですよ、そりゃ。そうですよね。あ、でも天性のもんなんですか、頭の硬さって。頭の硬さは天性のものだと思います。あ、そうですか。それを敵にもしているわけであります、宮原健人であります。何かね、場外戦の有利にやはり展開し始めた。なんか戻せよ、おら、来ませんハイブリッ。鉄柱にぶつけていきます。そろそろ宮原ワールドということになってきそうですね。場外のこのダーティーファイト意外とうまいんですよね。うまいんですよね。ここで流れを変えてしまうということになるわけです。今からちょうど3年ほど前ですね、2020年の1月の2日に宮原が導入したベルトを巻くふりをしてジャーマンで投げつけ、あ、ありましたね、はい、宣戦布告をしたんですよね。2月の11日三冠戦は、まあ、残念ながらということだったんですけども、まあ、そういった2人の因縁もありました。同じ2月ですけどね。なるほど、はい、いろいろ結びつくんですよね、調べてみますと。さあ、くるくるっと回転しました。昨年のチャンピオンカーニバル、ジョーダー最終戦、宮原と30分の引き分けをしまして、その引き分けの結果、宮原は脱落、そして、ブロックの代表として上がったこの青柳優馬が決勝でジェイク・リーを破って史上最年少のチャンピオンカーニバル優勝を果たすということになったわけです。さあ、リングの中に入れ込んで宮原がゆっくりとリングの中に入ってくる。宮原ワールドとなりそうだ。ホールの体勢に入っていきます。カウントアツー。さて、ファイター目線でちょっとお伺いしたいんですが、はい、こうなってくるとですね、この宮原ワールドをどう打開したらいいんですか。でもまだ宮原ワールドというよりかは、まあ普通のまだ入ってない攻めみたいな感じなんで。なるほど。まあ泳ぎも泳ぎで、はい、うまいこと、はい、スルスルと逃げ出すんじゃないかなと思うんですけど。ほう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 。まあ、でもこういうの意外と汚いんですよ、やることが。そうですか。スピードだったり今の、ね、意外と反則で。なるほどね、分からないようにやると。ちょっとこっずるいところがあるぞという感じなのか。ほうほう、試合してみても、はい、意外と反則で試合を組み立ててきたりしました、ね、ああ、そうでしたか、まあ、それをなんか分かんないようにしてますね。そう、私はちょっと、ね、気がつかなかったんですが、これはもうあの選手に聞かないと分からないんですよね。もう担ぎ上げてボディースラムの体勢、珍しいですね。珍しいですね。レッグドロップ、クロチントロップだ。
こういった技のつなぎ、これは非常に珍しいぞ。カウント2カウントで初めて見たかもしれない。そうですよね、あまり見られませんもんね。3カウント、さあ青柳です。ご覧の表情ですが、青柳もスタミナには自信を持っています。この辺りはすごいですね、スタミナありますよね。そうなんですよね、お互いにスタミナには自信を持っています。まあ死んだ振りも上手いですから。そうですね、あっと顔面だ、顔面強烈、顎の辺りをえぐっていきました。なかなか今のは、はい、いい角度で入った感じが入りましたよね、はい、これ効いたんじゃないでしょうかね。しかし効いてないとばかりに飛び込んで、おっと膝をつくぞ。今度は角度を変えて飛び込んでいったのは宮原健人。しかし青柳まだ倒れてないんだ、うん、倒れてないんだ。後ろ、てめえ来いよこら。今あえて攻めていかなかったのは、うん、なんですかね、まあ、はい、まあ、真っ向から、はい、やりたいということだったんですかね。どこなんですかね。さあお互いです、うん、赤を基調にしている宮原、そして青を基調にしている青柳。さあこれをかまして、これもかましていく、どう出た、おっとボールを当てていきます、青柳優馬。さあ安西優馬がセコンドについています。青柳優馬のセコンドについています。劇を飛ばしている、青コーナーサイドに一旦体を預けている青柳優馬。さあなかなかいい当たりを見せる、今度はダッシュを引かせて、もう一度対角線をうまく使った、雄たけびを上げながらだ、まるでブルーザーブルーディーのようだ。最上段に上がってスクッと上がった。さあここから何を持ってくるんだ、ダイビングボディアタック、これは鮮やか、どうだ、抑え込んでカウントは、カウント2、さあインドドームに入ってまいります。絞り上げていく、絞り上げていく、まだまだバーテリーがある、ここからスタッフロールもあるわけでやります。なんてどうし、これエンドゲーム、はい、なんか普通に締めてるように見えるじゃないですか、これ結構ね、自分の胸とかに、ね、顎がくっつくと、はい、すっげえ呼吸が本当にできないんですよ。そうなんですか、なるほど、だから結構理にかなってるんですよ、ね、体重かけ方とか。そうでした か, なんかプロレスラーこうみんな筋肉が発達してるから、はい、きついんですよ。あ、見た目以上にいることあると、見た目以上にきついんですよね。あ、そうでしたか、しかも動きづらいんで、ほうほうほう、十分にスタミナは奪ったと思われます、はい、さあ対角線を使っていく、しかしさすがはチャンピオンのこの辺り、おーと落とした、宮原が落としていきました。チャレンジャーの青柳優馬自身も26歳から全日本プロレスの最前線に居座ったわけであります、宮原健人。そして青柳優馬現在27歳と3ヶ月勝てばテリーゴディの28歳2ヶ月という史上最年少の五冠王となるわけであります。それはすごいですね。すごいですよね、形を出した。まあしかし両者ご覧の表情だ。その近くに対戦相手がいる、中に入れ込んで、ここはエプロン上の攻防、こういった攻防宮原にはあるんです。このエプロンも非常にうまく使える選手。あ、ここでパイルドライバーきついでしょうね。これはねなかなかやばいですよね。非常にエプロンですから硬い、かなり硬いでしょ。エプロンはもう手こずありますもんね。もうただのテーブルみたいなもんね。そうですよね、バネが効かないんで、ここに入れて打ち捨てようとしているわけであります。逆に今度は青柳、おっと、さあ投げた、グラスプレックスのような体勢で投げていきました、青柳優馬であります。これは何するのかな。さあここから、ここから何を持っていくんだ、カーブランディング、お牛の焼き押しであります。すごい荒々しい攻撃でしたね。そうですね、これはどう受けても痛いですよ。そうですね、ダメージが、ね、顔面からいきましたからね。皆さん大丈夫ですか。目の上あたりを抑えています。カーフプランニングでやりました。さて青柳優馬、これは勝つぞ、これは勝つぞと雄たけびを上げる、新しい時代、
人材をかけての戦いということになっているわけであります。旗頭となるのか青柳優馬、あ中に入れさせません。逆にここからジャーマンか、おい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 、そんな技をここで見せてしまうのか。これを取っては元も子もなくなってしまう。ジャーマン気味のバックドロップ、バックドロップ気味のジャーマンと申し上げていいんでしょうか。強烈、かなり角度ありましたよね。危ないですよ。危ないですよね。かなりの角度でやった。あ青柳優馬大丈夫か。それぞれがダメージを負ってしまった。まずはダメージを負った宮原健人、そして首か、首にダメージを後頭部か負ってしまった青柳優馬であります。共にすごいこの場外戦となった三冠ヘビー級選手権試合。やっぱり場外戦では一歩、こう一枚上手な感じがありますね。宮原がね、ここ行きました。やはり場外の使い方がうまい。まあ反則なんでやっぱりこう汚い戦いでしょ。なるほど、どうしてもそこに行き着いてしまいますね。まあそれだけね、やはりその対戦をしているということですからね。そうですね、アスノ選手もね。いやこれお互いにかなりダメージあると思うんですけど、いやそうでしょう。まだまだ動くんじゃないですかね。あ本当ですか。まず元気だからね。元気ですね。スタートロッと出した宮原健人、タケも目になった。バックを取って、バックを取って、ジャーマン、ジャーマンスープレックスホールド。これはどうだ。カウントは2カウントであります。カウント2。さあ今度はどうする、何を持っていくのか。ブレンマスターか、一旦コーナーに預けておいて。なだれ式ですかね、足の選手。これは何するんですかね、ブレンバスターかな。さあまず首を取っておいて、首を取ってブレンバスターですかね。なんかでも足の位置がちょっとあれなんで、ひねろうとしてるんですかね。あーなるほど、こらえて、後方見たぞ宮原が。宮原も後方に投げようとして、やりかねない、危ない危ない。さあリングの中なのか、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。あえてこれ投げ捨てようとしてますね、これ。これは危ないですね。この足場の悪い中で両者の攻防はこの打撃戦となっている。正面からのヘッドバット、しかし青柳こらえています。ユーマはこらえている。さあここはボムの体勢をあえて作っておいた。それそれっと相手の渡る中に顔を入れて、ここからパワーアップにいけるぞ。さあ離してしまった、パワーボム投げっぱなし。えぐい落とし方ですね。今すごいですね、放り投げました、放り投げた。なんかこの試合は宮原健人のえぐみが出てますね。出てますよね。なんかひどい感じですね。ひどだなこれ。俺でもあの落とし方しませんよ。足の選手にもそう言わしめたとよ。そして膝、しかしユーマも負けてないんだ。来た来た、来ますね来ますね。負けてたまるかと、新時代の長寿は俺。さあここまでロック、おっとロックボトム、ロックボトムから今度はドロップキックは正面。おバックを取ってジャーマン投げっぱなし。今日は投げっぱなすぞ。いやいや、ここはどうだ。ブレンバスターは青柳優馬であります。投げ技オンパレード。さあダメージどっち深いんですか。どうですか、ゴムとゴム、それとも。でも意外とジャーマンが投げっぱなしが肩口から落ちてたんで、頭打ってないんで、意識的には青柳の方があると思いますよ。おお、そうですか。最後垂直落下のブレンバスターやってるんで、宮原の方がボーっとしてると思うんですよね、今頭打ってるんで。ということは青柳チャンスですね。青柳が有利だと思います今。なるほど、はい、さあそれをうまく生かすことができるのか青柳優馬。世界カップの選手権試合では見事ホールした最後技フールでやりました。投げ技中心にいっていてエンドゲームありますから。あそうですね、はい、それがいつ出るかっていう、おほうほう、それが一つのターニングポイントになるかもしれませんね。両者汗びっしょりだ。
まず右を放っていった青柳優馬であります。来いよら、記録を作ってきた日本プロレスを牽引してきた宮原健人、23歳になったわけであります。おー激しい、ちょっとふらついている宮原、やっぱタッグ組んでたじゃないですか長く、はい、だから相手のことを信頼してるんで、はい、思いっきりいけるんですよこれ。あなるほどね、それはね見えますね、この2人は関係性が、この試合はこいつは殺しても壊れねえだろうと。おなるほど、まあ、安心して打ち込めるというか、打ち込めるし思いっきり投げれるしっていうのが、うわそうなんですか、出ている試合だと思います。激しい決戦となってきました。うわ右だ、いつもより強くないですか、強いような気がしますよね、打撃が。うわさあお返しをしてるんだ、やりつもより強い、お互い打ち合い、うわまるでボクシングのようだ、ノーガードのボクシングのようだ、拍手が沸き起こる、カリタがプロです、完全にファンを魅了している。地方から見られるのがこのプロレスという職業、その中から拍手をいただけるというのはやはりお互いプロフェッショナルだ。今20分経過、お互いに対する声援、ケントに対する声援、そしてユーマに対する敬遠、どちらが多いんでしょうか。エスフォルタアリーナ八王子、万人のお客様で膨れ上がりました。メインイベント三冠ヘビー級選手権試合を皆さんが見つめています。神林レフェリーがチェックをし始める。やっぱこの、はい、今日の2人のテーマは真っ向勝負なんですかね、いかないですもんね、ここもそうですね、うん、あえて真っ向勝負ということなのか、お互いに、はい、持ってるテーマがちょうどぶつかってる感じですね。おー、なるほどね、まあ、お互いに知り尽くしているがゆえに、うん、はい、うん、ただこれまた三味線、はい、かもしれない、やってる可能性ありますからね、青柳もなるほど、たまに見せますからね、宮原は仁王立ちだ、俺が今年のチャンピオンだと、皆さん2023年も俺に任せてくれとそう言っています。宮原健人であります。さあ、かかる、やっぱり俺はこういうことするんですよ。さあ、2発目、おー、1個目だ、おーか、離さないぞ、3連発か、どうだ、ジャーマンスープレックスホールド、これはどうだ、カウント待つ、粘り強いジャーマンでしたね、ですね、今にやりとしたぞ、やってやがりましたね。さあ、ここからだ、どうする、どうする、おっとラックスターバスター、おーここは正面からブラックアウト、大きく肩で深呼吸をしている。んその向こう側に見えるのは弟アスかもしれない。やっぱ3発ジャーマン連発は相手にダメージありますけど、自分も相当疲れますからね。ああ、はい、そういうことですか。兄貴を来てくれと先ほど防衛をした敦貴がリング上にセコンドについている。どうだ、あブラックアウト、その弟の思いも粉砕するかのごとく、どうだ、カウントは2カウントであります。カウント2、膝も強いんですよね、膝もね、顎捉えてきますからね。そうですね、さあシャットダウンだ。さあこれで決めてしまうのか、これが決まればしっかりとロックできればもう俺のものと、2023年も俺を中心に回るんだ、それをファンに見せることができる、示すことができる。さあどうだ、青柳優馬懸命にこらえているぞ、リング上わざとに多分、はい、なかなかクラッチ組まないの疲れさせている目的があるんじゃないかなと毎回思うんですけど。そうなんですか、ただ今回返されちゃいましたけど、ね、そうですね。さあエンドゲームに入っていく、エンドゲームに入っていく、ステップオーバーしろ、ステップオーバーすれば完成する、エンドゲーム、さあ、さあ、いくぞ、さあ、いくぞ、あとは足だ、あとは足、あとは
足、なかなか呼吸がきついと言われています。先ほど足の選手の紹介に回ったくるりと丸め込んでいく。さあどうだどうだ、この体勢はね、はい、きついです。入った入った、エンドゲームに入っていく。呼吸できないんですよね、これできないです。さあ厳しくなった厳しくなった、チャンピオン新しい時代がもう目の前だ、もう目の前だ、もう一度、もう一度、これほら完璧に入ってる、これなるほど。さあ押してしまうかもしれない、ギブアップの声を聞くか、その前に押してしまうのか、どうだもう一度、どうだどうだ、新しい時代が来るのか、もらえているか。さあそのままか、もう一度もう一度絞り上げる。さあこのステップはちょっと崩れてますよね、うん、体勢がね、ちょっと崩れてます、このね宮野健の右手がね、はい、支えてるでしょ、これまだね、はい、ギリギリいけるんですよ、まだ大丈夫、この手が支えなくなったらやばいです。なるほど、はい、だからこれ危ないですね。おった、さあここからもう一度、足が出るか、若干流れているのかもしれない。こうなるとやばいです、これかなり入ってます、入ってる、あっと、はい、さあどうだ、看板石レフェリーがチェックをする。しかし宮原ギブアップはしない、うん、また立ち上がった立ち上がった立ち上がった、いやーあんた返すとあんた完璧のラリアットだ。最近ね、ここぞという時に、ね、見せるラリアット出ましたね、そうなんですよね、あれをよく、ね、返しました、右のラリアット、うわこれはどうだ、うねりを上げていくと、ザ・カウントはカウントは2、カウントでやります、カウント2、シャットダウンの体勢に入っていく、シャットダウンの体勢に入っていく、疲れるんだよね、やられてるのは。なるほど、時間の経過が今締められました。さあクラッチを、クラッチを、ユーマはこれはまずいと、あさあ取った取った取った、さあこっからだこっからだ、うわやばい、これは決まったかもしれない、どうだカウントは、これは返せないですからね、俺も取られてますから、何度も俺で、ね、私も放送してからこれを返したせい見たことがないんじゃないかな、終わったと思いましたね今ね、しかし返してみせましたということは、まだまだチャンスあるということだ。なるほど、これちょっとあの宮原の精神的なダメージもあるでしょ、うん、そうです ね絶対に返されない技返されたら、そうですよね、ちょっと口あんぐり、あぜんとしているぞ、あぜんとしている、あれを返すのかと、あれを返すのかと、ならばもう一度行こうと、目には目をだという宮原健太、もう一発は無理じゃないかな、もう一発はきついでしょうね、来た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 、離した正面、これをかわして右、これでカウント、スピンキック、これかわしてぐるりと丸め込んで、ジャパニーズレッグルームクラッチは2カウントだ、2カウント、走る、しかしブラックアウトはカウント、カウンターで待った、もうあったか、倒れない、スピンキック、北原コーチ引きで、もう一度繰り返すこと3回、さあロックスターバスター、抑えた、これはどうだ、カウントはカウントは2カウント2カウント2、蹴りで口から出血しますね、そうですね、さあ今度はワードプール、これザクルか、どうだどうだ、来たか、これも返した、世界タッグの二の舞というわけにはいかないぞ、さあそういった反応があったのか、宮原のコンピューターが今瞬間的に反応したぞ、これは今度は青柳にね、精神的なダメージがね、まあでもこれそんなダメージないです、青柳は、そうですか、もうこれ行くしかないですよ、行くしかない、もうここがチャンスだ、うん、大チャンス、台を変える大チャンス、さあ上げた、おっと、これはどうだ、うわすごい攻防をかました、かましてどうする、かましてどうする、取って取って、ロープに行け、ハッピーの体勢を作ろうとしている、しかし、無理か、これはどうだ、カウント3つ、宮原防衛、2
28分10秒宮原健人の勝ち。いい戦でしたねこれは。よかったですね。いや俺青木に勝ってほしかったんだよな。いや勝つと思いましたね、あのザ・フールの時にはね。さあ、もうどっちもね好きじゃないんですけど、はい、青木に勝ってほしかったですね、はい、なるほど、まあ、そこに挑戦するというね、うん、